続いての水着はこちらの鮮やかな花柄の水着ですね。でこれがですね、こんな感じでラッシュガードなんですよ。ラッシュガードなんですけど、こういう柄でこのリボンにして着るっていう、なんか珍しいし、すごいデザイン的にも可愛かったし、あと私あんまり焼けたくない人なので、こういう肌の露出を抑えながらもデザインも可愛いし、ですごく気に入ってこれを購入してみました。でラッシュガード今1個も持ってなかったので、これは夏にちょっと活躍するんじゃないかなと。でこの下にショーパンとか履いても普通にパパパって着れるかなと思って、これを買ってみました。ということでこれも着ていきたいと思います。あ、これ完全に雰囲気違うじゃん。そう、これが爽やか、すごい爽やか。本当、でもちょっと大人っぽさもあってね、うん、これがラッシュガード。ラッシュガードなのね。日本ってラッシュガードあんま着ないイメージ。そうだね、着る文化はあんまりないし、あんまり見たことないかも、うん、でもこれだったら全然さ、日焼けがない。そうなんだ、日焼けしないから。それね、本当に助かるんだよね。白い肌を。で、まあこの下は私がもともと持ってた水着なんですけど、うん、これに合わせるのと黒かなと思ってこれを合わせてみました。しかもね、ラッシュガード私も結構持ってるけど、全部普通の服じゃん、本当に。そう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 、本当に普通の、そうなのよ、ジャケットみたいな感じで全部隠れるから、せっかく水着を着たのに中が見えないみたいな感じだから大事な中身がね、うん、ぶっちゃけ日焼けしましたとしても、こういうところしても見えないね、お腹のこことか、うん、ここは日焼けしないようにした方がいいかも。ね、これしかもデザインもいいじゃん。そう、デザインが可愛くて、お花がね、そう、で私はちょっと大人っぽく着たかったんで、うん、髪の毛も済んで、この丈だったらハイウエストに合わせてもいいなと思って、うん、ハイウエストに合わせてみました。どうですか。でこれがそう、がっつり自分のサイズに合わせて着れるから、そうだよね、そうだよね、取ったらこうペローンってなるやつだから、これ中は着てる、中着てない。あ、じゃあこのまんまこれ1個だけでも着れるっていう感じなんだ。でもこれがちょっとほどけやすいから、それだけ注意した方がいい。なるほど、しっかり結ばないとしっかり結ばないとこうやってポップしちゃう。なるほどね。そう、でもこれがラッシュガードなんだけど、うん、デザインも可愛くて、いいかも、うん、これはちょっとなんか新しいなと思って、これ、うん、お気に入りで、いいかも、いいじゃん、こんな感じでいい。他の最後、あ、最後だ、見せて。じゃあ最後の水着着てきます。それも楽しみするわ。これが最後ですね。あ、水着着るのってなんか大変なんですよね。これはセットではないんですけど、私はこの色合いで一緒に買ってみました。これはね、多分ね、どんな人でも多分きっと漏れる水着だなと思って、私が決めたのはこの脇高っていうんですかね、ここの高さがある水着と、あとなんて言ってもここにパッドがだいぶたくさん入るっていう、すごく優れた商品なんじゃないか、まあ、通販だったので優れた商品なんじゃないかと思い、これを注文してみました。で、これもともとは結構薄いパッドが入ってたので、これ秘密なんですけど、ちょっとだけちょっとだけパッドまた追加しましたということで、これは私が頼んだ中で一番期待できる水着なんじゃないかなと思います。ということで、これも最後に着ていきたいと思います。行こう。お、また別のイメージ、はい、着ちゃった。はい、これがこれ私のタイプ。あ、本当？うん、これ見て、ここをこうする、引っ張るじゃん、クロスされていて可愛い。で、これがサイトにこの組み合わせが載ってて、なんかちょっと自分じゃあんまり多分ね、私黒とかさっきのバラのやつだったりとか暗い系が好きだったから、まああんまり着なさそうなやつチャレンジしてみようと思って、この組み合わせにしました。で、この色はそしたら選べる、うん、他の色もあって、それはまあサイトにいろいろ載ってるんですけど、ね、自分の好みだけど、これね、こうした方、これまで可愛くない？あ、こっちの方が可愛いね。こうしたらさ、もっとこう引っ張れるから、あー、漏れる、うん、
私みたいに貧乳ちゃんはね貧乳ちゃんには嬉しいデザイン、なるほど、嬉しいカップみたいな。これがその選ぶ中で一番その需要として考えたのが、これが多分一番胸が漏れるんだろうなと思って、やっぱパッドがもともと入ってるのちょっと分厚かったりとか、うん、この脇高はやっぱ一番漏れるので、これは多分胸が小さい人も大きい人でも一番漏れると思う、私が着た中で。あとね、なんか分かる、愛ちゃんは貧乳じゃないから分かんないと思うけど、うん、パッドいっぱいだと分かる、ここがね、こう、あ、上にね浮いちゃう、浮いちゃうのよ、うん、そしたら乳首が見えるのね、本当に本当にどれだけ見えるのそれ。いや、ちっちゃかったらね、もう そこにしかね、印象しないのよ。高いから、ちゃんとね、こうしたら見えないんだよね。横から見てもね、見えない。もともと、ほんといっぱい入れると見えちゃうんだよね。めちゃくちゃ入れたら。これが、あと、さっきの着たやつと違うサイト、そのソウルストアさんの中でも、ソウルストアさんのサイトで買ったんですけど、これがやっぱさっきの生地よりかは、もうちょっと水着っぽいっていうか、多分水の弾き、これの方が、がっつり水着って感じだね。そうだね、そうだね、はいはい、パッと出た瞬間、あ、水着みたいな、うん、っていう感じ、かわいい水着、うん、かわいいよね、これ若い女の子にはいいかも、うん、かわいい、これは普通にかわいい、かわいいね、うん、漏れる、あと組み合わせるのからいいね、うん、色を、うん、色選べるから別々で買えるから、うん、っていう感じで、でこれが最後の水着なんですけど、まあ、これから今日私たちウォーターパークに来てるので、来たー、早くー、じゃあ何の水着を着て外に出るか、何にするの気になる、当ててみてくださいということで、今回水着のハールはそのもう運動から始まって長く撮ってきたんですが、もう並々の努力をしたので、皆さん今回ちょっと初めてやったので、まあ見苦しい部分もあったかなとは思うんですが、今回このソウルストアさんの水着、かわいい水着、まだまだたくさんサイトにたくさんあるので、私が選んだレビューしたやつでも違うやつでもぜひ参考になればいいなと思います。こんな水着姿で締めますが、ゆっちゃんありがとうございます、ありがとうということで、外に早く出ましょう行こう、もう行こう